今日の患者さんは、20代前半の女性ですけれども、顎を前へ出してもうちょっと大人っぽい感じにしようという計画です。 3D カメラで撮影した画像をもとにシミュレーションを行いました。この段階で顎は前方に5ミリ出してありまして、下の方には一切下げてません。こういうデザインでやって、顔を長くしないで顎を尖らせるという計画でデザインがしてあります。この CT 画像のこの青いラインが作りたい顎のデザインなんですが、5ミリ前方に出すために8ミリのプロテーゼが必要だと考えています。この黄色く囲ってある部分がプロテーゼの大きさです。これがこの患者さんの CT から 3D プリンターで作った彼女の頭蓋骨の模型です。この頭蓋骨の模型の上でプロテーゼを作成しました。これがオーダープロテーゼになるわけですけれど、厚みは一番真ん中で8ミリ。このようにフィットしてこう見ていただくと、四角い顎の輪郭、まあ、丸い四角い顎の輪郭がこれを入れることで三角になります。この模型の上で作ってありますので、骨とのフィッティングが非常にいいというのがオーダープロテーゼの特徴です。フィッティングがいいために正しい位置からずれることもありません。既製品のシリコンプロテーゼですけれども、通常ならば必要な厚みに削って挿入して手術を終わるわけですが、当然骨との間に隙間がありますし、骨の上で安定しません。やはりオーダープロテーゼの価値があると思います。